え、見たわ。もう3ヶ月ぐらいアクタ君は姿を見せないけど、何してるんだろう、気になるね。だって気にならないわ。デブ博士がいるよ。わしが開発したこの人間界を映した鏡でアクタ君が何をしていたか覗いてみなさい。僕は人の指図が嫌いだよ。ありがとうだわ、ヤバ博士。これで早速覗いてみようわ。わしは正真正銘の博士じゃよ。あ、なんか見えてきたわ。これはきっと自動車教習所だね。あのね、アクタ君、昨日車乗ったよね。はい、乗りました。昨日車乗ったのにさ、初心者マークをつける側を間違えるって、はい、そんな初歩的なこと忘れたの。はい、すいません、忘れてました。車乗るの2回目ならさ、もうそういう段階じゃないんじゃない？はい、すいません。僕の言ってること間違ってる？いや、間違ってます。え、いいんだよ、いいんだよ、間違ってるならいいんだよ。いや、間違ってます。別に運転、僕はできるしね。はい。君が車に乗るようになってからさ、そういう基礎的なことはさ、はい、なんかいちいち間違えてる。聞くほど怒られてるわ。ザマーミルだね。犬くん、また別の日が映し出されてるよ。また教習所だわ。お友達と話してるわ。え、アクタまた効果測定落ちたの？俺全然勉強しないのによかったよ。いや、マジテスト前日オールだったからすげえ眠かったんだけどね。まあね、てか超楽じゃね、あれ。正直なんで、なんで2回も不合格なん？いやマジ俺が頭いいとかじゃなくて、普通にやれば正味友達じゃなかったわ。なるほど、アクタくんは自動車教習所に行ってたんだね。ヤブ博士のおかげで真相が分かったよ。ありがとうだわ。わしゃ正真正銘の博士じゃよ。